宮崎カーフェリー株式会社は、関西地区と宮崎県をフェリーで結ぶ海運会社。歴史上少なくとも、マリンエキスプレスの系統に属する3つの会社が存在した。日本カーフェリーの子会社として1971年に設立された会社。関西と宮崎県を結ぶ航路を運営。1972年に日本カーフェリーに統合された。 マリンエキスプレスより2004年に分社化され2018年まで存在した会社。2018年3月に福岡マゼラニにへ称号変更。上記の2代目法人の事業を継承し2018年に設立された会社。大阪エキスプレス初代法人は1971年から翌年にかけて日本カーフェリーの子会社として 日向細島港から関西方面への航路を受け持つ会社として存在。その後、2004年4月に日本カーフェリーの後ろ見であるマリメエキスプレスより大阪宮崎と海塚細島宮崎の航路事業が分社化され、二代目法人が設立された。二代目法人は2018年に特別生産を行い、三代目法人が発足した。 神戸三宮フェリーターミナルに接岸する神戸エキスプレスファンネルマークファンネルマークは旧マリンエキスプレスのファンネルマークを青一式に塗りつぶしたものとなっている。船体の塗装は旧マリンエキスプレス同様下半分が小豆色、上半分が白色である。また2022年フェリー高地方型には青部分に旧日本カーフェリー時代に用いられていたトビのマークが 金色の配色であしらわれる。就航中の現2隻は、就航から20年を迎えており、2017年の2代目、法人の特別生産の後、地域経済活性化支援機構の支援や地元、金融機関からの融資を受け、2022年頃に新造船を就航させる計画であった。2019年12月に内海造船と発注契約を締結し、 新造船の概要が発表された。建造にあたっては、宮崎県が40億円、宮崎市が5億円、県内主要金融機関4行が123.5億円を融資する。また、船名については、当初イメージ図では、従来の宮崎エキスプレスと表記されていたが、その後に2020年10月より、一般公募を行い、12月17日に船名を、 フェリー高千穂、フェリー六甲に決定した。フェリー日向かエビ、宮崎カーフェリー株式会社及び、宮崎船舶有限会社に対する再生支援決定について、地域経済活性化支援機構、2017年11月21日閲覧。ABC 申請宮崎カーフェリーが、指導2022年新造船就航の、 方針ウェブクルーズハット AB 宮崎カーフェリー株式会社第4期決算広告 ABC カーフェリー事業船舶リース宮崎カーフェリー保管社東京商工リサーチ ABCD 倒産速報宮崎カーフェリー株式会社など日社帝国データバンクハット AB 福岡マゼラン株式会社国税庁法人番号公表サイトハット AB チームソニックレーシング速報 福岡マゼラン、特別生産開始決定東京商工リサーチ2018年8月28日、AB 倒産、同行速報記事福岡マゼラン株式会社など2社、帝国データバンク2018年8月28日、AB 配軍の将、兵を語る黒木正則氏、マリンエキスプレス前社長を理解不能の原油港に、沈む。 日経ビジネス2006年4月3日号神戸港に、終点変更、宮崎カーフェリー、有観レイリー、宮崎、神戸間のカーフェリー維持へ、官民出資で侵害者。朝日新聞医者宮古 HD 社長に、秋永取締役官民出資フェリー侵害者来月、就任へ、宮崎毎日新聞、宮崎カーフェリー株式会社国税庁法人番号、 公表サイト船内 Wi-Fi につきまして、宮崎カーフェリー、新型コロナウイルス感染症関連による、船内レストラン営業形式変更のお知らせ、宮崎カーフェリー船内レストラン、夕食バイキング再開について、宮崎カーフェリー新船、フェリー高千穂の就航予定日について、宮崎カーフェリー、宮崎カーフェリーが2隻、広島、 内海造船と建造契約22年就航予定、宮崎毎日新聞2019年12月19日、宮崎カーフェリー、新造船の船名を募集ウェブクルーズ2020年10月2日、新しい船の船名が決定しました。宮崎カーフェリー、フェリーヒムカヨウフェニックスエキスプレス洋木福岡マゼランに関するカテゴリー。ありがとうございます。